里崎チャンネル。ちょっということで、2023年セントラルリーグ里崎チャンネル式ベストライン発表です。前回はパリーグをやりましたけども、こちらもね、1年間かけて約24週里崎が全試合を総チェックしてきた中で、毎週 MVP を選んだものを総合して2023年の里崎チャンネル式アワードベストラインを発表していくという動画になっております。だから本物のベストラインと里崎チャンネル式のベストライン多少変わるかも分かりませんけども、毎日見た中での判断ですので、皆さんその点をね、ご了承いただきながら見ていただけると助かります。ということで、ピッチャーからベストライン投手 DeNA ベイスターズ東克樹。まあ、得票数でいうと、はい、栗の3票と同数なんですけども、まあ、やっぱり数字っていうところのタイトルっていうところを考えまして、独断と偏見で東に、はい、したいと思います。あとね、戸郷、村上、大竹2票で同率、あとは1票ずつっていうねところでいうと、まあ、東がねベストライン。次でキャッチャー大城匠、読売巨人軍9回ベストラインです。坂倉6票、坂本2票、木下2票っていうね、はい、ところで続いていきますけど、9票だからね、ダントツだから、大城ベストライン。ベストラインファースト大山雄介、阪神タイガース6票。こちらまあ岡本ね、はい、まあいろんなポジションでっていうところもあるけどもね、まあ10票で並んでますけど、ファースト5票、オスナ中田が3票ずつっていうねところで、まあここはねもう独断と偏見で、うん、ちょっと岡本のねポジションが割れて、得票数多いですけど割れてるっていうところはありますけども、大山をベストラインにしたいと思います。なんでチーム優勝してますから。そうそうそう、4番だからね。いや、そうですよね。最後苦しいんだけどね、苦しみながらも6回取ってるっていう、うんうん、セカンドベストライン牧秀悟 DeNA 10回、ダントツです。2位中野5、吉川菊池が3で続きますけども、はい、こっち10もダントツです。ベストラインサード岡本和真、読売巨人軍。こちらね、サードだけの得票でいうと、里輝8回、宮崎6回、岡本4回になるんですけども、岡本はファーストレフトを合わせると10回っていうことになるんで、こちらはサードは岡本にします。そうですね、はい、まあ、数がね、はい、多いっていうところでね、うん、でも来年からはもうファーストだから ね、 そうですね、サードは坂本だからね、はい、そういったところではもうサードはね、里輝と宮崎の戦いか坂本が来るのかっていうね、はい、ところにもなるけども、佐々木チャンネル式はサードは岡本、はい、ベストラインショート坂本勇人、読める巨人軍7回です。まあ、ショートで6回サードで1回っていうね、はい、ところはありますけども、7回、ショートでも6回なんで、小園がねショート4回セカンド1回っていうと5回で追走してますけども、はい、ね、木浪3回、門脇3回、ね、田中康介も3回、でも坂本です。ベストラインはこれ坂本選手なんですね、意外とやっぱ打ってんだろうね、その集中的にね、はい、元気な時はめっちゃ打ってんだろうね。でこれコンスタンスに打たないと取れないからね。そうですよね、ベストラインはその1日だけ3本とかダメだから、全試合1本ずつの方が価値高いからね、選ばれる。でいかにショートで坂本選手が出てる時に強いかってことですよね。そうだね、この坂本がいる時の坂本の強さが ね現れてるよね。で続いてレフト西川龍馬、広島カープレフト7回、ライト1回、計8回です。これはすごいよ。もうダントツだよ。うん、次、秋広がレフト3回、ファースト1回で4回。関根も4回。大島3回だからね。ほぼダントツだから。続いて、センター。近本コーチ。阪神タイガース。9回。怪我で離脱してても強い。岡林、桑原が4回ずつ。で秋山が、5回。まあ、でもセンター結構割れてるね。みんな頑張ったね。はい、うん、ライト。細川誠也。中日ドラゴンズ計7回です。7回、ライトで6回、ファーストはね守って1回取ってるっていうねところでは、サンタナの間が4回ずつ強いね。森下2回、リリーフ岩崎卓、阪神タイガース4回、お栗林3回、田口3回、矢崎2回、石井2回っていうね。あれ、これセ・リーグも結構いい線いってんじゃん。変わるとしたらどこ。僕はショートがやっぱりなんか木浪選手になりそうな気はする。まあイメージもいいしね、優勝補正も入るしね、はい、でもまあ、多分ベストラインとか決まるのね、日本シリーズ前にも投票されてるからね。あ、そうなんですね。そうそうそう、リーグ優勝は入るけど、多分クライマックスシリーズ前なんだよ。クライマックス中だったかな、日本シリーズ前には多分出さなきゃいけない、はい、で昔俺
その2、今変わってるかも分かんないけど、だからあるから日本一補正とかは入んないんだよね。あ、正直ピッチャーはまあ東だろうね、キャッチャー大丈夫、大城で、坂本とかは。あ、でも大城やんな、やっぱね、総合大城選手じゃないですか、総合的にな、ベストナインって考えればね。はい、でファースト大山で、もうセカンド牧はもうダントツやな。もしかしたら阪神ファンの方は中野選手やろっていう声もあるかもしれないですけど、いやこれはもうベストナインは牧やな、ね、うん、でサード岡本がいろんなとこ守りすぎてるっていうのがね、どこまで来るかと。あと宮崎が首位打者ね、うん、取ってるから、そこがどうなるかだけどね。外野が西川、近本、細川、どう、あとは岡林かタイトルホルダーだもんね。西川がちょっと休んでたからな途中でも、西川もめっちゃ打ってるよね。ね、あの打率3割5厘だからね、2位だもんね。え、西川、近本、細川ちゃん、選手のこと言うと嬉しいですけどね。細川、サンタナもあるな。あるんですよね、サンタナあるな、まあ、ホームラン数でいくとやっぱ細川選手かなと。サンタナが18。そうだね、いや細川イメージいいからな、ね、うん、打点も細川ちゃう、あるんちゃう、ありそうよね、1年とか。西川、近本、細川あるんちゃうね。え、うん、まあ対抗はもう岡林とサンタナやな。ここら辺がどうなるかちゃう。俺セパほぼオーバー立ってんちゃう。なんか変なんないもんな。それはあの一票とかのね、あの大森とか並木二葉とか浜田とか、やっぱそういうの頑張りも褒めてやりたいじゃんね、はい、1週間の中だったらね、内山とかね。村上が一票しか入ってないからね、そうですね、今年セカンドなんてほぼ牧中野だもんね。もう固定されてるよね。ということで最後に2023年佐々木式セントラルリーグ MVP の発表です。MVP は岡本和真。おー、まあ10票、牧も10票だけど、はい、いやこんなに複数ポジション守ってしっかりバッティングが粗末にならないで結果を残してタイトルホルダーやろ。これはもうね、あの評価せざるを得ない、正直 ね、 そうですね、うん、ホームランもね唯一41本打って、まあ、打点はね牧に負けたっていうね、うん、ところはあるけどもね、やっぱこんだけ複数ポジションを守ってもねしっかり結果残してるっていうところはね、ちょっと評価してあげたいなっていうね。だからまあ牧と岡本がね10票ずつっていう、だからセパ合わせても10票が最多得票だったね、はい、だからあの牧、そして近藤選手、この2人には特別賞を授与されます、はい、ということで佐々木チャンネル式セパ合わせて、はい、ベストライン MVP の発表になりましたけども、皆さんどうでしたか？そこそこいけてませんか？